さあ、ではバンラーレ八戸、今週のインタビューに行きましょう。今週は背番号39ディフェンダー近石哲平選手です。よろしくお願いします。はい、今日は11月の2日水曜日の練習後です。今日も練習お疲れ様でした。お疲れ様です。鼻声ちょっと鼻声ですね。大丈夫ですか？大丈夫です。急にね、寒くなってきましたしね。はい、昨日オフで昨日オフです。今日からまた、はい、はい、今週来週と2週ホーム戦になりますが、はい、オフ明けの今日は練習いかがでしたか？そうですね、今日もハイパワーっていう感じで、うん、結構2対2のトレーニングとか、人数が少ない中で局面を打開したり、まあ、連続して3人目が出ていったり、まあ、試合にこう直結する練習だったんで、うん、まあ、結構体はきついですけど、まあ、週1回は上げとかないと試合で動けないんで、うんうんうん、まあ、いい練習ができたなっていう感じです、うん、じゃあなおさら鼻呼吸できないと大変ですね。まあそれはそうですけど、まあしっかり直して準備万端でやりたいですね、はい、お大事になさってください、はいはい、さて、前回は藤枝戦でした、はい、11月3日、アウェーに乗り込んでいきました、まあ、前半中村太一選手のゴールで先制したんですが、後半逆転を許してしまって、はい、アウェーでは久々の敗戦ということになってしまいましたが、前回の試合振り返っていただけますか？そうですね、まあ、前半から耐える時間が長くて、まあ、ちょっと相手にボールを持たれる時間が増えて、うん、まあ、その中でも我慢して先制点取れたまでは良かったんですけど、はい、まあ、後半、まあ、自分のファールをきっかけで1点同点になって、で、まあ、そこから逆転までの時間がまあ短かったり、まあ、チームとしてやっぱり自分たちのサッカーができなかったっていうことと、なかなか、まあ、大石さんがよく言うんですけど、うん、まあ、相手を見たりこうボールが来てない状況での判断とか、そういう、こう周りを見るっていうのがやっぱり上位相手でプレッシャーを感じている、まあ、場面が多くて、なかなかそういう見て判断するっていう部分ができなかった感じがチームとして残ったんで、まあ、それはしっかり今週に向けて修正していかないといけないなっていうふうに思いました。見て判断。そうですね、やっぱ相手が来てないのに来てるってい う、 こうプレッシャーを感じて、パスを出しちゃってパスミスにつながったり、まあ、ヘディングのクリア一つにしても、相手が来てないならしっかりつないで、味方につないでそこから攻撃を始めるっていうのもそうだし、まあ、予想以上にやっぱアウェーだし、向こうのサポーターも多かったり、まあ、上位との対戦ということで、うん、まあ、見えないプレッシャーっていうか、まあ、そういう部分がまあ全員にあったのかなっていう感じはあります、うん、結構サッカーでも、はい、あの味方パス出して周りの選手がフリーとかって結構声かけたりとかしてますよね、はい、あれそういうこう、はい、繋いでいいよとか、そういう声、まあ、自分一人じゃ判断できない場面は、うん、周りの選手が声かけて、うんうん、まあ、そうやって助けてあげるのもチームプレーの一つなんで、うんうん、まあ、でもそういう周りの声も少なかったっていうのは、まあ、現実もあるんで、まあ、全員こうチームとしてやっぱりちょっとこう、まあ、飲まれたっていうか、うんうん、そういう印象はありますね。結構大石さんもその、うん、いるんじゃないかみたいなこうプレッシャーをこうちょっと、まあ、過度に感じたりで、はい、結構あのホーム戦の試合後の記者会見とかでもおっしゃったりするんですけど、それがなんか最近のチームの課題なのかな、うん、っていう感じがします。そうですね、やっぱり自分たちでボールを大事にして攻めていくっていうのが今年のマスタイルなので、うんうん、まあ、やっぱり相手が近くにいても、まあ、体をつけてブロックしたり、まあ、そういうちょっとしたことでボールを取られないこう技術だったりはしっかりできる選手がいっぱいいるんで、うんうん、そういう何ですかね、相手が来てる来てないっていうのをしっかり自分の目で見て判断して、うん、プレーをどう変えるかっていう、その自分の中で の、 この選択とかがやっぱり上位相手になるとそれなりに相手のプレッシャーも早いし、うんうん、っていうのでやっぱりちょっといつものこう判断とは違うっていう感じが多かったんで、そこは本当練習でその状況を作ってあげて、しっかりディフェンダーもプレッシャーにいったり、うん、まあ、そこはだからやっぱチーム力の差かなっていうふうに感じました、うん、まあ、試合の時だけじゃなくて普段の練習からもなんでしょうね、うん、まあ、とりわけ今月はね、上位相手のチームとの対戦が続きますので、はい、次回のホーム戦楽しみにしたいと思います。
さて、藤枝戦が終わって29試合ですが、近石選手は、まあ、去年バンラーレに途中から来てくれた試合からですけれど、全試合フルタイム出場中、あのさっき調べてみたんですが、はい、J3 今18チームあって、はい、29節までフルタイム出場、まあ、29試合、2610分全部出てる選手って、はい、ご自身含めて何人ぐらいいると思います？急になんかぼんやりした質問ですけれど、まあ、近い選手入れて10人ぐらいですかね。おお、8人なんです。あ、8人で、8人のうち4人がゴールキーパーなんですね、うん、秋田とか、はい、今週戦う群馬とか、はい、さぬきとか熊本とか、フィールドプレイヤーは4人だけ、うんうん、結構去年よりも今年少ないみたいです、ざっと調べてみたら、うんうん、やっぱりまあ全試合フルタイムやっぱり意識なんかしてます？そうですね、自分の中ではまあしっかり、今風邪ひいてるんですけどまあしっかり体調管理はまあ日頃から気をつけて説得力ないな、説得力ないやってるつもりではいるんですけど、うん、やっぱチームのサポートっていうのはまあ身に染みて、うん、めちゃくちゃやっぱサポートしてくれるんで、あ、そこは本当感じてますね。まあセンターバックですからね、あのイエローもらいすぎて累積になっちゃってもいけないですし、そうですね、小牧選手みたいに4枚もらわないようにそうですよ、先週小牧選手にインタビューさせていただいて、はい、あと1枚のところから7試合ぐらい粘ってますねって話をした矢先だったのでなんか申し訳ないなと感じてますがはい、じゃあぜひあと5試合あるんでね、はい、はい、もう完走してほしいなと思います。ご自身とどうですか、あの全試合出場してますけど、はい、29試合 J3 のリーグで戦ってみて、まあ、悔しい試合もたくさんあったと思いますけれど、個人としてはどうですか？そうですね、やっぱ最初なかなか自分のプレーも出せずに、うんうん、まあ、大石さんが求めてるプレーとかサッカーっていうのはあんまり理解できなくて、うん、で、まあ、そこから、まあ、5試合ぐらい経過したぐらいから、うん、まあ、チームとしてのこのサッカーのやり方とか、まあ、自分に対して大石さんがどういうのを求めているとかっていうのを、まあ、ある程度理解できてきて、うん、そこからなんていうんですかね、自分の中で試合中も余裕ができたっていうか、うん、ちょっと周りが見えたっていう部分が増えて、うん、まあ、さっき言った視野とか、まあ、判断っていう部分で、まあ、自分の中でちょっと余裕ができたんで、うん、まあ、そこからはなんていうんですかね、毎試合毎試合本当なんていうんですかね、対戦相手がなんかフォワードとかにすごい選手がいたら、うん、すげえやっぱ楽しみだし、あ、まあやっぱ詳しい負け方した相手もいるっすけど、うん、まあでもやっぱり自分自身の成長も感じられながらできてるんで、うん、本当そこはなんか今は本当楽しみながらやってるっていうのが一番ですね、うん、10月はあの相手を0点に抑え切れるゲームも増えてきて、はい、まあ、やってるサッカー結果もついてきて充実感も感じてる。そうですね、やっぱディフェンスは失点ゼロにするのがまあ仕事なんで、うん、まあそれが10月の試合はある程度できたんで、うんうん、まあ、そこはそうですね、まあ、前の選手含めてしっかり守備してくれた結果が、うんうん、まあ、ゼロで抑えて勝てたっていう部分が増えたと思うんで、うんうん、まあこれから上位相手が多いんですけど、しっかりそこはみんなで協力して、うん、勝てるように頑張っていきたいですね。はい、まあ、このメンバーでやれるのはあと5試合ですからね、はい。さて、藤枝戦が11月3日でした。で、これの時は3連休だったので、もう次の日はあの大スターで行われた明治安田生命さんの J リーグウォーキングイベントにみんな参加、はい、全員参加しました。ご苦労様でした。藤枝戦は、一時キックオフでしたけど、その日のうちに帰ってきて、その日のうちに新幹線で帰ってきました。最終？いや、10時過ぎの八戸着で、あ、一歩前、一歩前、一歩前いやー、本当バンラレン選手はアウェー戦でも次の日とかにもすごく地域のイベントとか告知活動とか参加してますね。そうですね、うん、肌寒い中でしたけどどうでしたか、ウォーキングイベント。そう、僕はあの歩いてなくて、チェックポイントを、そうです、誘導員で、うん、こっちですみたいな感じでやってたんですけどちょうど僕折り返し地点やったんで、はい、なかなか来ないなと思って
ちょっと太一に電話してみたりしてみんな来ないんだけどみたいな、まだかなみたいな感じで不安だったんですか。そうですね、本当に来るのかなみたいなで、まあそうですね、歩いてる選手たちと、うん、まあ、参加してくれた、うん、まあ、サポーターの方たちとかと、まあ僕は真ん中にいたんで、うん、そんなめちゃくちゃずっとは喋れなかったんですけど頑張ってみたいな、はい、折り返し地点なんで、あと半分ですって言ったらまだ半分なのって文句言われてもそうでしたか。いや、ずっと待ってるのも、あの日結構寒かったでしょ、月曜日。寒かったですけど、隣にサンちゃんがいたんで、あ、まあ、ちょっと喋りながら待ってたんで、はい、まあ大丈夫ですありました。はい、あとは、まあ、近い選手の月1回回ってくるブログには、毎回前田選手や小牧選手がよく出ますね。そうですね、あいつら、ブログに載せろ載せろってうるさいんで、アピールしてくるんですか。はい、もう前田選手はアピールしてくるんで、あ、載せないと、いやいや言われるんで。よくご飯も一緒に食べてるようで。そうですね、まあ、週は、そうですね、この前柊の家にも行ってご飯食べたり、お、まあ、小牧選手はよく行くご飯屋さんが一緒なんで、うん、一緒にご飯食べに行ったり仲良くしてくれてます。前田選手の部屋はちゃんと片付いてますか。いや、綺麗ですよ。ああ見えてめちゃくちゃ綺麗好きなんでそうなんですか、はい、結構いろんな選手の部屋とか行きました。そうですね、酒井選手の部屋も行ったし、うん、あと誰だ、あ、中村選手の部屋も行ったり、うん、みんな結構綺麗ですね。あ、そうなんですか、はい、意外に。チコさんは？僕の部屋綺麗ですよ。お、めちゃくちゃ綺麗です。そうなんですか。はい、結構俺なんか散らかってたら嫌なタイプなんです。あ、逆にさすがリベンダーいやいやいやなるほどなるほど、はい、わかりました。はい、さて、今週はザスパ草津群馬戦です。はい、アウェーで対戦したのはもう3月のことなんですね、はいはい、シーズン開幕間もない頃でした。この時は1対0で勝利していますが、群馬さんは首位争いを繰り広げていて、この間も熊本との相手、もうこれもすごい試合みたいだったんですけどね、アディショナルで2点取って3対1で勝利しました、うん、3週間ぶりのホーム戦になります。ぜひ今週の試合に向けての意気込みをお願いできますか。まあ、相手は上位で昇格争っているダスパ草津さんですけど、うん、まあ、自分たちはしっかり目の前の試合に勝つっていう目標があるんで、まあ、相手のその昇格に向けた、まあ、強い圧とかはやっぱあると思うんですけど、うん、まあ、しっかり僕たちもその圧に負けないようにしっかり目の前の試合勝つっていうのをしっかりこうみんなで共有して、まあ、そのためにしっかり練習で準備してるんで、まあ、久々のホーム戦なんで、はい、勝てるようにいい準備をしたいと思います。うん、まあ、いろいろと藤枝戦で出た課題もおっしゃっていただきましたが、ザスパ戦、はい、鍵ポイントどこでしょう。そうですね、まあ、得点力は向こうはあると思うんで、うん、まあ、前半にまず失点しないこと、うん、で、まあ、しっかり後半に、まあ、1点取って、うん、まあ、失点はやっぱりゼロでいかないと、うん、なかなか上位相手なんで難しいと思うんで、しっかり全員で粘り強く戦って、うん、まあ、1点取って、まあ、勝ち切りたいかなっていう考えはあります。うん、まあ、ザスパはリーグ最多得点54得点ですからね、はい、ここはもう守りどころですね、はい、楽しみにしたいと思います。はい、11月10日日曜日のお昼1時キックオフです。当日は、この大スター、このインタビューは3階の記者会見場で撮らせていただいているんですけども、試合終了後には1個への4階の、一時避難スペースの見学会が開催されるということで、結構、まあ、大スター皆さん試合観戦で足を運んでいると思いますけど、まあ、なかなかこういう3階とか4階とかは、見る機会がないと思います。あの、いろいろ避難一時避難スペースなので、毛布とか水とか食料もあって、試合終了後に見学会を行って参加していただいた方にはあのお菓子のプレゼントもあるということですので、試合後のイベントにも参加していただきたいと思います。さあ、残り5試合、ホーム戦は3試合となりました。はい、じゃあぜひサポーターの皆さんに意気込みやメッセージをお願いします。今週は、ホーム戦なんで、しっかり僕たちも準備するんで、残りもホーム3試合なんで、そうです、もうあっという間に終わってしまうと思うんで、うん、しっかり悔いなく、
今年終われるようにまず目の前の試合頑張って、勝つために、しっかり準備したいと思うんで、みんなの協力はやっぱ必要だと思うんで、はい、たくさん大スタに足を運んでいただいて、まあ、一緒に戦ってもらえれば、選手みんな嬉しいと思うんで、ぜひ今週みんなで勝って、ラインダンスできるように、一緒に戦ってください。よろしくお願いします。はい、まあ、前回ね、あの長野戦の時はその長野さん災害直後だったということなので、まあ選手も自粛してということだったのでラインダンスありませんでしたね。まあそれ以来の、そうです、ね、はい、勝利の喜び楽しみにしたいと思います。じゃあとにもかくにも体調を、はい、体調を戻して万全に、はい、はい、していただいて、はい、はい、ベストな状態で大事なピッチに立っていただきたいと思います。ということで今週のインタビューは背番号39近石哲平選手に伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。